さあ上ボールが収まりました。山口穂太郎、ソーザ、ミドル、ミドル打ちました。正面どうだ、秋谷、いやー来たー、先制点はセレッソ、背番号8がいれば大丈夫、ソーサポーターに届ける先制ゴールです。プレーオフ準決勝、復活したエースが決めました。完全に狙ってたミドルですし、まあ、そのリバウンドも勝手に陽一郎はしっかりと狙ってます。シュートも非常にテクニカルですね、はい、ここを落ち着いて決められるのが柿谷なんですよね、はい、